どうも、ひーちゃんです。今日はね、また、ロックを着てまして、富士昼が、今日が水曜日なんで、木、金、土、日、あと4日で富士昼なんで、今日また練習しに来たんですけど、まあ、エモンドはね、ちょっとね、富士昼前に、なんか、万が一のトラブルがあったから、丈夫なパナモリで、今日も来てまして、まあ、アウター縛りは今日はしてません。なかなかね、お遊びでやってたんですけど、それが、自転車にも良くないよ、言うて、まあ、分かっててやってるんですけど、心配してくれる人がおったんで、まあ、今日はね、普通にもう乗ろうと思って、まあ、別にアウター縛りに怖さあってるわけじゃないんで、でね、この間日曜日、だから今日は水曜日やから3日前の日曜日に、まあ、ハーハークラブでまた、来てた時に、工事橋で、舞踊にやられまして。でね、虫に刺されると、なんかちょっと過剰に反応してしまう体質で、めっちゃ腫れたりとか痛くなったりするんですけど、で、跡が残って、だいたい3年、4年しないと感知しない体質なんですけど、今回日曜日やられたやつがね、もうここ太もも、ちょっとね、私の X とか見てる人はね、あれなんですけど、今もね、これぐらい腫れてます。で、最大ね、昨日ぐらいはこっからも、ここぐらいまで全部腫れてて、めちゃめちゃ痛かったんですけど、でね、お医者さん嫌いなんで、医者行けよっていう話なんですけど、今まであんまり行かなくて、治りが遅かったんですけど、まあ今回ばっかりね、ちょっと富士昼直前やいうことで、医者行こうと思って、昨日行ってきて、で、まずね、日曜日に刺されて、月曜日に朝一、あ、日曜日中か、に薬局行って、F コートっていうあれどこや、田辺製薬かな、出てるやつ、あれがいいよっていうことで、あれ買って、薬局で買って、つけたんですけど、余計に赤く腫れて、もうパンパンで熱持ってきて。で、まあ、ステロイド系の薬のなんかそれ反応らしいんですけど。で、もうそれしんどいなぁ思って、昨日、火曜日、大雨台風みたいな感じの雨来てたんですけど、皮膚科行ってきて、行きつけの。まあ、毎年行ってるんですけどね。毎年もうひどくなってから行くんですけど。で、そこの先生に見せたらもう、あんたは、もう刺されたら、ブヨとかアブにやられたらこういう反応になるのに、なんで短パン着てブヨがいっぱいおる山に行くんや言うて毎年怒られてるんですけど、火曜日、昨日もだから同じこと言われて、もうあんたの場合その F コートとかそんな市販の生ぬるい薬じゃ無理やからいうことで、早く病院に来いと、とりあえず刺されたらもうその日に来れるんやったら来てくれということ言われて、で、昨日もらってきた飲み薬、あと塗る薬、まあ、どっちもステロイド系で、で、あともう一個が、夜寝てる間にアレルギー反応ちょっと抑える薬、をもらって、塗ったらもう一日で、腫れが、もうパンパンに腫れてるのがだいぶ減って、4分の1ぐらいになりました。4分の1ぐらいになっても、まあ、これぐらい腫れてるんやけど、でもびっくりするぐらい熱もなんか引いて、今ちょっとね赤黒い感じになってて、ここね、これぐらいになったんですけど、まだちょっとここ、硬い。で、鬼山くんこうやってね、日曜日もぶら下げとったんやけど、この辺は全然大丈夫やったんですけど、まあ、ブヨは足元に来るんで、まあ今日はね、ここに、ポーリーさんにもらった、偽物の鬼山くんつけてるんで。で、あと、虫除けスプレー。あと、なんかね、3M とかどっかの、なんか、米軍が使ってる虫除け、薬があるいうことを教えてもらって、まあ、これぐらいの大きさのやつで、5000円ぐらいするというね。多分、それが世界最強やと思うんですけど、それ勧められたんでね。ヒデさんに勧められて、まあ僕もヒデなんで、同い年で、ヒデヒデなんですけど、ヒデさんに勧められたやつね、今度買おうかな思うけど、
まあどうせ冬色までには間に合わへんし、まあ今から、まず5月終わりで6、7、8、9と、まだあの虫の怖い時期が4ヶ月ぐらい続くんで、まあこうって使ったろかなと思ってます。まあよくなんかあの発火油とか使って、アルコールで薄めて使ってる人とかおるけど、まあそれよりももっと効くよということなんで、それをね、ちょっと買って使ってみたいと思います。それはまたね、強烈な匂いするらしいんやけど、また買ってね、もし私みたいに苦手な人おると思うんで、またそれはレポートしたいなと思ってます。ということでね、ブヨとかアブね、まあ、このブヨとかアブの季節来たよっていうしょうもないね、報告動画前作ったんやけど、もう、早速やられてるんで、なんで、ちょっと皆さん気をつけましょうということで、体質的にそういうアレルギー体質なんで、まあそういう人もおるんですけど、まあすぐ病院行った方がいいです。中途半端に昔の昭和人間なんで、まあ唾つけときゃ治るわっていうタイプなんですけど、虫刺されとかそのアレルギー系だけ我慢だけじゃどうにもならへんことがあるんで、すぐ病院行きましょう。ということでした。ただステロイド系の薬とかね、私ほんま薬は嫌いで、あんまりよ、体には良くないんで、あんまり頼りすぎるのは良くないかなとは思うんですけど、まあ、虫刺されに関してはちょっといろんなところに支障が出るんで、ということです。もう先生の言うことを、まあ、もうおっしゃる通りやなという感じで、なんであんたは虫が反応、虫嫌いやのに虫おるとこ行くねんって言われて、なんかこう自分の心が痛かったんですけど、まあ、お医者さん行くのが一番なんで、という動画でした。早く病院行きましょう。